ボンシューみさんこんにちはアンサンブル講師のやすこです今日はスタッフのみきさんと一緒にフランスで販売されている野菜とそれにまつわるフランス語表現を紹介したいと思いますみきさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいフランスでは野菜や果物ははり売りで売っているので一つからでも購入ができます ですので、一人暮らしや少人数の家族にはとってもありがたい、無駄がないシステムなんですよね。本当に便利ですよね。では、早速、フランスでよく見かける野菜と、それにまつわるフランス語の表現を紹介します。では、気になるところといえば、これでしょうか。はい、大きいですね。日本のま、まかぼちゃですね。こちらはフランス語で、c i t o y u シトイユ。または、こちらで、ポチロンとも呼ばれるんです。ポチオン。ポチオン。アポチロン。アポチロン。ロンロン皆さんご存知ないかもしれないんですけど、シトイユはズッキーニと同じ仲間。アメリカでよく食べられているので、 ハロウィンのカボチャは、一湯、こちらが使われていて、身が筋っぽく、味が薄いのでスープ向きで、ポチロンは、より味が濃く甘みがあるので、グラタンなどにして食べると美味しいと言われてるんですよね。じゃあ、これは、スープですか、ね、スープです。<laughs> <laughs> では、先ほどミキさんがおっしゃった、味が薄いという表現。フランスのカボチャは、 La citrouille française a moins de goût que celle du Japon. La citrouille française a moins de goût que celle du Japon. les français

きゅうりなんですよ。ヘチマじゃありませんみたいな <laughs> はいヘチマのような大きさですけれども、うん、こちらはキュウリですコンコンブラ。コンコンブラ,ンコンコンブラン。アンコンコンブラ。アンコンコンブラ。日本のシャキシャキ感がないですねこれね残念ながらじじゃじゃん。<laughs> きました。きましたこれはナスビ オーベルジン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 ,ーージンラタトゥイユにはね欠かせないうん、うん、ナスビちゃんですけれどもぜひ皆さんこのすごい硬いなん、ね、すんごいこの音ごめんね <laughs> では次に行きましょうじゃあラタトゥイユといえばねこれ ポーブロン・ジョヌ。ポワブロン・ジョヌ。アン・ポワブロン・ジョヌ。アン・ポワブロン・ジョヌ。綺麗ですね。はい、これね、肉厚で美味しいですよ、ね。ぜひラタトゥイユに入れてみてください。こちらです。これはバットではありません。<laughs> あまりにも太いので、 ちょっとね、遊んでみたくなりますけれども、これ、まあ、日本で言う、まあ、白ネギですかね。で、フランス語では、ポワゴ。ポワゴ。アン、ポワゴ。と呼ばれます。フランスのネギは、日本のよりも太いって、なんていうふうにフランス語で言うんですか行ってみましょう。Le poireau français est plus épais クールジャポネ。ル。ポアゴ、フランス。ええ。プルゼッペ。クールジャポネ。と言います。うん。気になるお味は。意外と甘いです。えっと、ポアロのなんか。タルトみたいな感じで。うん、あの。甘くないタルトですよ。お野菜がいっぱい入ったやつとかでは、割と入ってるんで、甘いんです。ということで。ぜひ。お試しあれ。はい。 では、次。ジャジャんじゃじゃん。人参です。<laughs> まあ、ただの人参です。フランスは日本に比べて野菜がすごい安かったりとか、うんうんうん。すぐ感じませんか感じますねあの。ちなみにこのフランスは日本に比べて野菜が安いって、フランス語でどういうふうに言うんですか痛い,いですよね。はい。では行ってみましょう。Les légumes sont moins cher qu'au Japon。 レ・レ・ギュ・ム・ソン・モン・シェー・ル・クジャ・ポンぜひ、スーパーで、oh, 日本よりもフランスの方が安いわなんて言えるといいですねフランスの人間は日本のと全く同じというのはフランス語でどういう風うに言うか会話が弾みますね、それね。はいラ・カ・ロ・ト・フランセーズエ・テ・ギ・ザ・クザ・ト・モン・ラ・メム・クォ・ジャ・ポンラ・カ・ロ・ト・フランセーズ est exactement la même qu'au Japon. La carotte française est exactement la même qu'au Japon. La carotte française est exactement la même qu'au Japon. Hum, quest que vous en Qu'est-ce que c'est, que c'est En ビーツというふうに言われますけれどもフランス語では「ベッツブ」「ベッツブ」「ウヌベッツブ」「ウヌベッツブ」ブ「はいベッツブ」というふうに言われましたけれどもまあビーツこれも開けてお見せしたいぐらいですよねここにも汁がねはいありがとうございます <laughs> これもすごい色なんですよ。強烈でしょはい、はい、ビーツはこの紫色は強烈っていう表現を私知りたいんですけど、教えていただけますか行ってみましょうか、はいこう。ビーツにしか使わないような <laughs> 表現なんですけど。<laughs> Les b e t t ン・ r a v e s sont d'un violet intense.Les b e t r a v e s sont d'un violet intense. Les ぜひ使ってみてください。はい、強烈な紫やでーと。意外と味が甘くて、しっかりしてしりして、ね。あの、私あんまりドレッシングかけなくても、これだけで美味しいので、いけちゃいますね。うん、ぜひもこれ、<ひ>茹でたままで売ってるので、これをもうお皿出して切って、そのまま、サラダ。そして食べれます、ね、うん。例えば、ビーツは味がしっかりしているとか、フランス語で教えていただけますかそうですね。 味がしっかりしているという。レベタブ、おんたんぐ、ビアンポノセ。レベタブ、おんたんぐ、ビアンポノセ。ね、ぜひ<非>ね、美味しいから、おすすめですね。おすすめです。ぜひ、フランスのスーパーでね、どこでも真空パックみたいなのに入ってます。しかも、結構お安いですよね。そうだね。うん、お手頃で、体にもいいし、おすすめです。はい。 では、では、では、ちょっと気になる、団子三兄弟みたいな、これを、一つずついきます。これはもちろん、ご存知でしょう。じゃがいもです。じゃがいもね。じゃがいも。パム・デテーラ。パム・デテーラ。うん、パム・デテーラ。うん、パム・デテーラ。 今日はね、たくさんある種類の中で、三つだけご紹介します。まず先ほどもお出しした、こちらはですね、なんと、シャーロットという種類なんです。なんか洗礼されてるおしゃれな感じですね。かわいいですよね。シャーロット。ットなんか愛おしくなってきました。かわいいですね。い,いシャーロット。かわいがってください。かわいいかわいい、ね。<laughs> シャーロット。そしてですね、このちょっと赤いの。 そこれも立派なバムデテなんです。このちょっと赤いのはですね、なんと名前がシェリー。いやー、伊藤美しくなってきた。マシュリー。<laughs> ね、こう恋人同士で女性に <laughs> マシュリー、モシェリー,ンシェリーなんて言いますけど、女性系なのでシェリー、イがついている方です。シェリー。可愛がってあげてください。はい。美味 <laughs> しいです。美味しいです。そしてこの一番ちっこいの。 よく鶏の丸焼きの下の方に <laughs> ね一緒に焼かれてますよね締められてね焼かれてるよく食べられている種類なんですけれどもこれはちっちゃいの、ね、グロナイヤグロナイヤという種類ですなのでただ単にパーム・ド・テーというよりもかわいい「シャーロット」「グロナイヤ」イ「シシェリー」など 芋の種類もあるのでぜひ覚えてみてください。うん、はい、では次々行きましょうね。はい、これは皆さん見たことありますか大好き。ミキさん大好きな。ししね、これは日本語では。なんて言うんでしたっけうん、二通りあるんですよね、日本語では。チコリなんてそう、チコリっていう言い方もあったり、オンディーブ、ンエンダイブなんて呼ばれたりします。 こちらはフランス語でしかもこれちょっと取っちゃいますけどこのねフォームが可わい,いんですよ。うん、ここになんかちょっとのせたりするとアペリティブでそこになんかチーズのせて出すってありますよね。 意外と私も好きなんですけど日本であんまり見かけない、うん、ちょっと私一回調べたんですけど西洋白菜って言ってて、うん、あちょっと確かに白菜とフォームが似てると思って、うん、<laughs> まあこんなオンディーブチコリですけれどもぜひお召し上がりくださいおすすすめですこれはねでは引き続きこれを紹介したいと思います トマトにしか見えないですね。トマトにしか見えない。トマト。これは真カ赤カナでトマト。フランス語でトマト。トマト。うトマト。うトマト。トマト。です。今日はですね、トマトにスペシャルゲストを呼んでおります。お願いします。ちょっと、こちらご覧になって、なんじゃいこりゃーって。早く紹介しろと。が。 あったかもしれないですけど、これ実はトマトなんです。ねちょっと見てください。このなんかちょっともうオーラと存在感が半端ないですよね。このトマト、ま夏場にすごくよく出るトマトなんですけどね。こう種類が実はキャロル・デブっていうんです。どみかわかります？ええと牛の神様です。 なんか、なんか、納得できますね。なんかなん、ね、ね、んかこの、フォーム,ォームが、ね、ドキドキしてきそうな感じなんで、あまり日本では見慣れない形かなない,ないですね。でも、そっちのちっちゃいトマトの方が、やっぱちょっと味があんまりないので、うん、こっち煮込みで、こっちサラダって感じですよね。<う>牛の心臓の方がね。牛の心臓の方がね。<laughs> では、この牛の心臓ですけれども、ミキさんが買ってきてくれた時に、こちらのトマトの名前。 ベル・ドゥ・コールという風な種類で呼ばれていますので美しい心臓っていう意味ですかね心臓心臓の美しいなんかよく私え牛の心臓ちゃうんやと思ったぐらいんですけども <laughs> ベル・ドゥ・コールという風に覚えてみてください美しい心臓だそうですじゃあ最後ですね最後こちらにねありますサラダです普通に サラダサラダユンサラダユンサラダ召し上がれ美味しいですはい、とても美味しいです安いしねフランスではサラダっていくつか言われてるんですけどこちらの種類はそう,そうそうそう、なんて言われてるんですかそうなんです、いろんな種類があるんですけど本日お見せするのはバタビアという種類のサラダです サラダのコーナーにいろんなのが売ってるんですけど、こちらが一番スタンダードですね。外れないですね、うん、これはね。バタビアというサラダ、ぜひご賞味ください。さて、えっと、最後かな。うん、終わったと思ったら隠れてたんですよね。はい、終わったと思ったらね、<laughs> 彼がいましたね。いはい、忘れてました。<laughs> <laughs> はい、こちら。ご存知の通り、玉ねぎです。玉ねぎ。 もう皆さんもねおそらくご存知なこれも世界共通ですねはいオニオンオニオンアン,ニン,アンノニオンアンノニオン普通にオニオングラタンスープみたいな感じでねカタカナでも<あ>、ね、味も一緒ですよねあんまり変わんないですよね日本とね、うん、今日はお野菜をミキさんと一緒に紹介させてもらいました みきさんもありがとうございますありがとうございますはい、そうですね基本的な野菜の名前フランス語で言えるといいですよねそして次のステップとしてたくさんのフランス語の表現もぜひ覚えてみてくださいそれではアビアントン次のレッスンでお会いしましょうみきさんもまたやりましょう